Hey guys! Welcome to my channel. I'm Daisuke. Today, I will tell you the word about めっちゃ in Japanese. So let's get started. めっちゃっていう言葉聞いたことある？多分、日本のアニメとかこうドラマ見たことある人なら、こう、一回は聞いたことあるんじゃないかなと思うんだけど、このめっちゃっていう言葉は大阪弁なんだけど、その言葉がこう、全国で広まって使われるようになった感じかな。今めっちゃって言ったけど、めちゃって言ってもいいね。この2つの意味は同じです。実際に日常会話の中ではこの言葉結構使われてます。まずめっちゃっていう言葉は意味的には日本語のとてもっていう言葉に結構似てます。ただしめっちゃっていう言葉はとてもよりも結構カジュアルな言葉です。というかとてもよりもめっちゃの方が実際こう日常会話の中ではよく使われます。このとてもっていう言葉は家族とかこう友達との会話の中では実際にあまり使うことはないね。それじゃあこのめっちゃっていう言葉の使い方を説明していくけど、使い方とか使うタイミングとかはとてもっていう言葉と同じです。例えば美味しそうな食べ物を見た時に、わーめっちゃ美味しそう。他にはこう美味しいものを食べてる時とかにこう、いやーこのラーメンめっちゃ美味しい。こう道を歩いてる時にこうかっこいい車があって、いやこの車めっちゃかっこいい。友達からプレゼントをもらった時に、わあめっちゃ嬉しい、ありがとう。彼氏と会えなくてめっちゃ寂しい。はあ、今日めっちゃ暑い。いや今日めっちゃ寒い。俺の体めっちゃ臭い。いや今日めっちゃ忙しいんだよね。よく中学生とか高校生だと、あの先輩めっちゃかっこいいとか、あの先輩めっちゃ可愛いっていうフレーズを使ったりします。他には友達と好きな男の子とか女の子について話してる時とかに、私大輔のことめっちゃ好きなんだよねとか、俺さくらのことめっちゃ好きなんだよね。もちろん本人に直接言う時にも、俺さくらのことめっちゃ好きなんだって言っても大丈夫ね。例えば日本人の家に行ってこうご飯をごちそうになるね。その時に作った人に対してめっちゃ美味しいって言えば、美味しいってただ言うよりも、あ本当に美味しいんだっていうその自分の気持ちを伝えることができるから、相手ももっと喜んでくれると思います。でもあくまでも本当に美味しい時だけにこうめっちゃって使ってね。いつも、あ、めっちゃ美味しい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 とかって言ってると、本当にめっちゃ美味しいのか、それともただめっちゃっていう言葉を使ってるだけなのかっていうのが、こう、わかりにくいから。こんな感じで使うことができます。まあ、美味しそうとか、美味しいとか、かっこいいっていうだけでも、こう、意味としては伝わるんだけど、めっちゃをこう、前にこう、つけることで、この、意味をもうちょっとこう強調できるね。他にはこれをもうちょっと強調した言い方があって、それはめちゃくちゃ。この言葉のこうイメージ的にはめっちゃかける2っていう感じかな。例えば、いやーこのピザめちゃくちゃ美味しそう。いやーこのラーメンめちゃくちゃ美味しい。この車めちゃくちゃかっこいい。友達からプレゼントをもらった時に、わあめちゃくちゃ嬉しい、ありがとう。彼氏と会えなくてめちゃくちゃ寂しい。今日めちゃくちゃ暑い。いや今日めちゃくちゃ寒い。いや俺の体めちゃくちゃ臭い。今日めちゃくちゃ忙しいんだよね。私大輔のことめちゃくちゃ好きなんだよね。
とか、俺さくらのことめちゃくちゃ好きなんだよね。ちなみにめっちゃとめちゃくちゃっていうのは、年上の人とか知らない人と話すときに使っても大丈夫です。でもそういう時にはめっちゃ美味しいとかめちゃくちゃ美味しいっていうんじゃなくて、めっちゃ美味しいですとかめちゃくちゃ美味しいですっていう風に、こう語尾にですをつけてください。とりあえず語尾にですをつけておけば、相手に対してこう失礼になることはないです。だけどフォーマルな場、例えば結婚式とか、こう何かのスピーチね、あとは会議とか、そういう時には基本的にめっちゃっていう言葉よりもとてもっていう言葉の方がよく使われるかな。まあそれも場の雰囲気によってちょっと違うんだけどね。とりあえずこれでちょっとはめっちゃとかめちゃくちゃっていう言葉の使い方分かったと思うんだけど、どうでしょうか。まあこの言葉について質問があれば、いつものようにコメント欄で聞いてください。それじゃね、バイバイ、またねー。